韓国に不法占拠されてる日本の竹島について、自民党、杉田水脈議員が突っ込んだ発言をしたみたい。杉田議員、素晴らしいよね。では、そんな杉田議員の国会答弁を、ダッピさんのツイートより見てみて。ダッピ、杉田水脈。韓国武装警察が竹島に常駐してるが、韓国政府に退去勧告や命令できるか。内閣官房、土地利用規制法では勧告不可。杉田水脈、韓国は不法占拠してる。土地利用規制法によらずとも撤去命令を出し、従わない場合は対応すべき。よくぞ言った。このまま韓国の不法占拠を許してはいけない。現在竹島では韓国の武装計画が、ごめんなさい、武装警察が常駐しておりますが、韓国政府に対して勧告及び命令ができますか。本法案の第4条2項4号には、土地の利用者を所有者または所有権以外の権限に基づき使用もしくは収益するものと定義づけていますが、所有権や所有権以外の権限を有していないにもかかわらず実効支配をする者に対してはどのような対応ができるのでしょうか。木村内閣審議官、お答え申し上げます。竹島は歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本国、固有の領土でございまして、竹島問題につきましては引き続き、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意のもとで、冷静にかつ毅然と対応していくというのが政府の方針でございます。その上で重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、いかなる離島を対象区域として指定するかにつきましては、法制公報に法定する手続きに沿って、決定させていただくこととしてございまして、現時点におきまして、竹島について予断を持ってお答えするということは差し控えさせていただきたいと存じます。でその上でなお一般論として申し上げますと、本法案は利用規制としての勧告命令につきまして、所有権や賃借権等に基づき土地等を利用する者に対して行います一方で、土地等について権限を有しない者に対しましては、それらを行うことはできない、このような仕組みになっていることでございます。以上でございます。杉田さん。権限を有しない者に対しては、本法案は適用できないということなんですけれども、ということは、これ、結局は今 の, 韓国 の, 軍の使用施設等を撤去するような命令はできないという理解でよろしいですか、この法案に基づいては。木村内閣審議官。お答え申し上げます。重ねての答弁になってござ、恐縮でございますけれども、竹島の取り扱いにつきましては、先ほど来答弁申し上げておりますように、法制公報に、法定する手続きに沿って決定するということをさせていただいておりますので、現時点において、その取り扱いについて予断を持ってお答えすることから差し控えさせていただきたいと思いますけれども、法案の仕組みにつきましては、利用規制としての勧告命令につきまして、権限を持って、土地等を利用する者に対して行うと、こういう仕組みでございます。従いまして、土地等について権限を有しない者に対しましては、この法案では、に基づく勧告命令はできないと、そういう仕組みになってございます。以上でございます。杉田さん。答弁ありがとうございます。そもそも韓国による竹島の実効支配は不法占拠です。この法案によらずとも撤去命令を出し、従わない場合は何らかの手段を持って対応することを多くの国民が望んでいることを指摘しておきたいと思います。杉田議員 GG だね。杉田議員のおっしゃる通りで、日本が弱腰だから竹島がいつまで経っても韓国に不法占拠されたままなんだよね。やはり日本の領土なんだから強く出るべきだと思う。それに竹島で亡くなった日本人のことを考えたら、絶対このままでいいはずがないからね。ちなみに竹島をめぐっては、韓国のアン教授がまた意味不明なことを言ってるんだよ。ではちょっと次の報道内容を見てみて。ソギョンドク孫新女子大教授が独島を日本の領土と表記した日本の東京オリンピックのホームページを修正してほしいと IOC などに要求しました。ソ教授は自分の SNS を介して、トーマス・バッハ IOC 委員長と韓国を除く205個 IOC 全体加盟国に、東京オリンピックの公式ホームページの誤った独島表記を正さなければならないというメールを送ったと明らかにした。ソ教授は、韓国政府などの指摘で肉眼で見たときは、独島の表記が消えたように日本が措置を取ったが、拡大してみると、独島を日本領土と表記しておくコムスを貼った、と説明しました。このソギョンドクが何を言っているのかというと、東京オリンピックのホームページの地図に竹島が入っているから消せ、と主張してるみたい。これ、ゆるパンダの東京オリンピックのホームページで見てみたけれど、ものすごく拡大しないとわからないほどだったからね。こんなにも小さな点を見つけるとか、まるでストーカーみたい。ほんと勘弁してほしいものだよ。
とにかく日本政府は、自国の領土である竹島について、真剣に取り組むようお願いいたします。